さあスマブラスペシャルやっていきましょう。フィットレ会です。最近 VIP に上がってないキャラクターを上げる作業でかかりっきりになってて、全然ちょっとお見せできてなかったので、リハビリをしようかなと。今回の動画はおそらくつべ限定でしょうね。しばらくこのシリーズ続けていく予定です。基本的に毎日行きたいんだけど、先ほどまで優先ルールをオフにしてやっていたのですが、マッチングすらできなかったのでルールに困惑するだ、気をつけろ。多分切り札的にはルイージの方が強いんじゃねえかな。避け方よくわかんねえ。よし、ボールを。終点ステージなのでボールは結構有効に使いたいですね。なんかこの人すげえダッシュで押し込んでくるんだけど、恐怖を感じる。ほいっと、よいしょ、怖い、よいしょ。なんかどことなくこうリズムを狂わせてくるな、なんだこれしかしちゃんとガードはしてる。ジャスガの練習って感じもしないね。よし、オッケー。ちゃんと裏当てで左にバースト。どことなく恐ろしい動きをしている。しかし油断はしない。なんか途中からなんか人が変わったように、そう、ここまでたまにごく稀にあるんですよ。例えばそのなんでしょう、俗に言うアピールと思われるような行動をとって、こちらにちょっとあの挑発行為をしてから丁寧な立ち回りを繰り返すことで圧勝するっていう、そういうパターンもあるんですよ。例えばこのルイージが突然機敏に動き出したら、いつもの何倍も早く見えるはずです。実際問題すぐに切り札当ててきたからな。怖い怖い怖い、ほい、ジャスが入れてくるか。ここでさっきまで全然してなかったのにな、うさんくさいな、怖いな。ほいほいっと、よいしょ、うー、あぶね、よいしょ。ここは一発撃墜しておきたいが、怖い怖い怖い、あぶね。よし、バックキックは結構強いですよ怖いよ、ああやべえかもしれん。まあでもこっちはゲージまだ残ってますからね。ボール、よいしょ、体を動かしましょう。ダメか、でかいのが1個いくんですけど、これ結構ね本人の後ろから出るので意外とね当たったりします。技が増えてきたぞ。この人の意図がわからないけど油断はせんぞ。言うて戦闘力がかかってますからね。やばい、これは、うわ多分死ぬな。やるねこの切り札、よいしょ。やめてやめて、なんでここに来て、ほら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 、言った通りじゃん突然速くなってるほらほらほら、突然振り向きつかみとか入れ出してよ、動き変えてきやがった。マジでそのパターンかよ。よし、はあ、よし、思ったよりねフィットレのつかみって伸びるので、ほえ、よし、やっべ、サイクロくる、うわ、ハップね、死ぬ死ぬ死ぬ、オッケーいけ、これは避けられない。一回崖掴んでるからね、無敵なくなってるはず膝、よし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 、危なかったな、ここまで追い込まれるとは思ってなかった正直。うん、いくら自分で言ってたとはいえどね、限度ってものがあります。さあ今度は赤いヒゲですね。ルールは同じか、よし行きましょう。今回はじゃあ私がさっきの動きやってみましょうか。うん、実際あの私もね行動がワンパターンなんですよ。攻撃に緩急をつけられるのは悪いことではないと思いますので、実際にゆっくり動いていきましょう。そう、相手の目で追える程度な。横強、横強投げて、よいしょ、
まあ、これ私に対して刺さっただけでね、一般的なプレイヤーに対して刺さるかどうかはわからない。こっちが動いてないこといいことにボコボコにされてない？マント食らうしよう。よし、いいでしょう。さあ加速していこうか。できればいいけど。ほい。よし。さあ機敏に動くよ。腹式呼吸が入ると確か機動力もわずかに向上するんでしたっけ。かかとちゃんとこう当たらないか。ボルー投げて、ヒット、追撃からの連続攻撃からのどんどん行くぜ。ケツケツケツ、あつあつあつ。でもマリオの攻撃はそんなに強くないから大丈夫。ほいっと、ヘディング、怒涛の勢いで迫っていけ。よし、腹式呼吸入れましょう。シュン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 、ほら。よし、皆さん視点では多少早く見えますか、最初に比べると。やっぱりまあ実際腹式呼吸で多少は速くなってるんですけど、問題はそう感じるかどうかですよね。なんかすげえ上手い人の対戦ってすげえ速いんですよ、行動の一つ一つがめんどくさいレベルでね。それに自然と適応してしまうかのごとく。あぶねー。いつぞやの私のパックマンさんとの試合の時も私の行動速度も多少なり上がってた気がする。あの速度に常時慣れてたら常になんか見応えのある試合ができそうな気もしますが、よしよしよし、よいしょ、ほっ、結構飛ぶぜ。よし、オッケー、ヒゲの兄弟殲滅完了。ふう、うわ、ソニックか。嫌な記憶が呼び覚ます。スマメイトでレートの奪い合いをしたあの頃、早いんすよ、めんどくさいんですよ。一応ボールで動きは止めてくれるんですけどね、とにかくめんどくさかった記憶あるよ。よし、後ろ投げでバーストできた頃のソニックですね。よし、相手で、そういえばそのホーミングアタックは結構強くなったように見えるが、実際はどうなんでしょうね。相変わらずちょこまかと動き回るな。捕まるだけで結構しんどいぞ。うお、マジか、やるね。今回は私が速さに翻弄されている。でちなみになんですけど、やっぱそのフィットレの今回はリハビリっていうテーマがあるので、できれば負けていきたいですね。負けて連戦していきたい。まあなかなか連戦する、これちょ対処の仕方わかんねえんだけど、どうすればいいんだろうな。これ向こうもバレてるわ、これ完全に。この人ホーミングアタックへの対処がやり方分かってないっていうのが、そら連打しますわ。よいしょ、どうやって、げ、止めれん。軌道を見てその先に技を受ければ、やべやべやべ、いてててて、死ぬ死ぬ死ぬ。オッケーオッケー、向こうが死んだ。はあ、どうすればいいんだろうね。いや負けたいというわけではないのよ、ベストは尽くしたい。別にガードしてから反撃できるわけでもなさそうだね。己の有利なフィールド、ここか。よし、オッケー。ピットレは見た目に反してそう崖が得意っていう陰湿なところありますからね。ピットレを使うならもちろん活用していきたいところ。ほい、やべ、オッケー、いって、オッケー、私も対応できてきた。よしよし、死にたくねえな。よし、おお、それで飛ぶのか。ここですぐバーストしないときついっすよ。ソニックはあのダメージ稼ぐの得意ですもんね。こっちの行動見てから解除してるな、これ。
やば、あ、事故った、あ申し訳ねえ、やっちまったもう一試合やりたいですね。こういう試合を待ってたんだよ、うん、この自分の知らないことをどの行動で対処していくか、それを考えて実践してできた時に少し強くなれるんですよ。やった、対戦できる、お願いします、お願いします、一試合だけ、一試合だけ、時間的に一試合だけ、お願いします。非常に申し訳ないことをしたと思っているぜ。でもこのゲーム基本的に連戦は成立しないんだが、どうだろう、もう一試合、あーというわけなので、そのね、一試合一試合大切にしていきましょうという動画でした。はい悔やんでも悔やみきれねえな。こんだけキャラが増えるとね、なかなかその特定のキャラの対策って立てるのが難しいので、うん、またソニック次の機会にリベンジしたいですね。はい、では今回終わります。ありがとうございました。